何を残したかどうかなのではなく、それはどのみち一人の人間ではたかが知れている。どれだけの無駄を楽しめたかどうか、どれだけ日常の退屈の中で感動を見つけ出せたか、無駄なものを無駄と最初から相手にしない、無駄な時間を持て余した愚かな者たち、彼らには決して手に入れられない安らかな無駄を満喫した笑顔、それにかなうものはない。Whoa.